So the hip hop in another day. How can we? Dancing story, come on. Alright, clap your hand, everybody. Everybody, just clap your hand. Yes, yes, yeah. 1983年、16歳の俺は漫画とスポーツとエロいことが大好きなごく普通の少年だった。まあエネルギーだけ余っていたんだが、これといってすることもなく自分は持て余していたんだ。そんな時、ひょんなことからブレイクダンスと出会った。1983年は日本に初めてヒップホップが入ってきた年。映画ワイルドスタイルの出演者が来日して生のヒップホップを見せてくれたもんさ。高校生の俺も何とか見よう見まねで基本をマスターして、それをクラスの友達やお母さんに見せていた。ハリ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 ハイ、ダブル HR ハロウィン、ステップメーカー、ムードフェイカー、踊ってなかなか飯食えないか、クレイジーレックス IDJ、 ルースレックス何十年ステップンで行こう、どこでもさ、俺50過ぎても V ボーイ。1980年代、当時ストリートで最もうまいとされていた5人のメンバーほとんど中卒だった。彼らは言ってた、中卒が一番ダンスがうまいんだよって。俺はその人たちからこう言われたよ。堀江君は高校行ってんのか、じゃあギリギリ大丈夫だな。何が大丈夫なんだか俺には当時わからなかったです。なんとなく褒められたような気がして。中卒だったらダンスがうまいとか、高校行ってたらダンスがギリギリだとか、大学卒業して青学まで行って音楽やってる太郎は一体どうなんだとか、まあ俺には分かんないけど、今の通りこのまま続けばごめん、そうなの、みんな大学まで行ってる人いんのこの中で、俺は分かんないけど。俺らのやってた80ストリート、はじめは不良劣等生、学校や仕事のはみ出しもん、引っ張って修羅のもん、踊りはビデオで見たまま、せいもちろん独学教わらねえ、先生いない勘でやってる、ウィンミル抜けりゃアスカラプロ、トッピン打てりゃアスカラプロ、ロッキングソでもアスカラプロ、メンバー足りない練習生、チームジャージアスカラ、アスカラプロ、チームジャージしょったらアスカラプロ、アスカラプロ、アスカラプロ、アスカラ、アスカラ、アスカラプロ。そんな世界さ初期の話、そろそろ見せるかオールスクールダンス、 Rock the house the busy street、 ぴったりジーンズ young lady、 うっといシューレス売ってね、どの道どの街見かけねえ、しゃあねえないんで登山よ、太いがよく見りゃちょっとゲイト、 B-boy 人生悪くねえ、金がなくなりダンスが残る、残ったダンスで3本抜く、 Keep on to the break it down hip hop、 クレセンハゲン日中のここから内調パリビゲン、ポータ18th Street、 軽くパースしてそっちはいいフリーズ、ヒップホップ生きたライブ、グラフィリーラッピングオンダマイク、 DJ スクラッチブレイクビーツ、ヒップホップトンアンダグラウンド、ヒップホップワークなんてまあいいもん見つけちまったな、頭のいい子にゃバカバカしい、でもリズムに乗ったら気持ちがいい、頭のいい子にゃバカバカしい、でもリズムに乗ったら気持ちがいい気持ちがいい、オーライ、リズムに乗ったら気持ちいいね、これはもう全世界共通、カモン、セイホーセイホー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 、エビバディセイホー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 、ありがとう、ハルキャロウェイバースデイ、ハルキャロウェイダンシングストーリー、ありがとう、ありがとう、メンバーありがとう、ありがとう、カモン、ワン、ツー、ブレイクダウン、ワン。俺は子供の頃からちょっと変、歌と踊りでクラップ your hands、 大人になってもちょっと変、これじゃ一生クラップ your hands。 どうもありがとう。